足を引っ張るもんか。ありがとう。最善を尽くそう。は？じゃあ。何を作りたいんだ？また来てくれよな。や、行くとしよう。行くとしよう。あいつら、俺の同期は巨人に勝てますかね？はぁ？壁外調査ってのはな、いかに巨人と戦わないかにかかってんだよ！しっかりしろよ、エレン。これから俺たちは、団長考案の小距離索敵陣形を取る。分かってると思うが、先方の兵が索敵、伝達を行い、陣形全体で巨人との接近を避けて進む。ただし、行動が予想できない飛行手に対しては戦闘が必要だ。今は隊列を乱すなよ。小距離索敵陣形展開。じゃあな、アルミ。巨人と出くわしてもちびんなよ。陣形を保持しつつ目標地点を目指す。巨人はどこにいるかわからん。慎重に進め。新兵、しっかりついてこいよ。ビビって遅れるんじゃねえぞ。巨人が現れたぞ。
だ。こいつは討伐しといた方が良さそうだ。新兵やるぞ。よし倒した。よし討伐完了だ。先に進むぞ。新兵、俺たちからあまり離れるな。一人で無茶はするなよ。行く。クソ、また巨人か。救援、すまない。落ちた。続けて鉢合わせるとは、ついてねえ。次だ。急いで立ててくれ。片付け。討伐した。索敵の取りこぼしか。幸い数は少ないようだな。他にも巨人が隠れてるかもしれねえ。注意しろよ。拠点を作ってくれ。始末する。陣形が乱されているらしい。新兵、他の班に口頭伝達を頼めるか。他の班を見つけたらそのまま合流しろ。これを持っていけ。絶対に死ぬなよ。倒す。よし次だ。この辺りは巨人が多いね。もっと数を減らしておかないとまずそうだ。私たちは後続の班と合流して移動する。君も気をつけて進め。無茶はするなよ。
計が乱れちまってるようだな。お待ちした。片付ける。よし。倒した。悪いな、新兵。しかし巨人が多すぎるぜ。もっと討伐しといた方が良さそうだな。俺たちは後続の班に合流する。お前も無茶すんじゃねえぞ。巨人が出てくるなんてな、座学で聞いてた話と違うんじゃねえか。うちは後だ。まずはここを切り抜けるぞ。よっ。お前なんでここに。マイ、手を貸してくれ。倒す。よっ。当てた。片付ける。いやあ。討伐した。助かったぜ。しかし陣形の中でこの状況は異常だろう。もっと周囲の情報が欲しいところだが。おい、連弾が。巨人がいるんだよ。飛行士か。いや違うんだ。あいつは巨人の体をまとった人間、エレンと同じことができる人間だ。あっちにはアルミンの班がいるはずだ。よし、縁談の方へ行ってみるぞ。火星が必要かもしれん。解決した巨人が人間だと。どういうことだ。あいつは人を殺すために殺す。食うだけど他の巨人とは本質が違うんだ。超大型巨人や鎧の巨人が現れた時、大勢の巨人を引き連れてきたのもきっとあいつだ。あいつの目的は一貫して人類への攻撃。誰かを探してるのかも。もしかして
だがエレンならあいつが来た右翼側にいるはずだろう。僕の企画紙には右翼前方と書かれていたけど、そんな前線に置かれるわけはない。次だ。じゃあエレンはどこにいるってんだ。この陣形の一番安全なところにいるはず。だとしたら中央の後方あたりかな。そんな複雑な話、口頭伝達じゃねえと無理だ。それより俺たちで奴を足止めした方がいい。司令班が潰されれば陣形は崩壊して全滅だ。俺たちで奴の気を引いて時間を稼ぐしかねえ。傾けろライダー、頼む。すまん、こっちを手伝ってくれるか。よし、すごいよ、その調子だ。助かったぞ。また巨人が現れた。こいつが役に立つかもしれんな。我々は後続の班が来たら一緒に移動する。君は先に行ってくれ。くれるか。次だ。助かったよ。巨人が予想以上に多くてね。こいつで様子を見ておくことにするよ。私たちのことは心配無用だ。後続の班が来たら合流するからさ。あの縁談、助けが必要だな。長く時間を稼ぐぞ。ただし無理はするなよ。あいつには本当に知性がある。みんな気をつけて。くらえ。ライダー頼む。了解だ。よっ。
野郎、刃をぶち込まれてえか。巨人への認識が甘かった。よジャン、死に急ぎ野郎の仇を取ってくれ。
動きが止まった。次は十分だ。急いで離れるぞ。そんな、なぜ？あっちは中央後方。もしかして、エレンがいる方へ。